王国から逃げ出し、荒野を巡る少年と、機械の従者がいました。追っ手から逃れるために、二人はとある町に逃げ込みます。これだけ広い町なら、簡単に見つかりはしないでしょう。二人は酒場へと入り、ようやく一息つくことができたのでした。街行く人々は誰もが笑顔で、みんな幸せそうです。こんな平和な国にできたら、戦争で苦しむ祖国の民を思いながら、少年は料理に手を伸ばしました。はっと何かに気づいた従者の男が、少年の手を押さえます。男は奪うように料理を取り上げ、一口食べてうなりました。この料理には薬が入っている。料理に薬が入っているという男の一言。愕然として立ち上がった少年に、酒場の店主が近づいてきました。この町では合法の薬なのだと店主は言います。しかし、この薬はひとときの快楽と引き換えに、身も心も壊してしまうもの。どこの国でも禁止されている危険な薬物なのです。それを承知しているのかと問いかける少年に、店主は色めき立って周りの人間を呼びました。詰め寄る住民たち。彼らの顔からは笑みが消え、うつろな目が二人を見据えます。彼らの手に握られた刃物や拳銃。ゆらゆらと揺れる獲物が怪しく光ります。ただの脅しではなさそうです。少年を守るため、男は彼らの前に立ちはだかりました。武器を持った町の住民たちに取り囲まれた少年と従者。少年は彼らを説得しますが、反抗するように住民が語り出します。この町には、戦火に焼かれた過去がありました。その後、薬を方々に売りさばくことで、ここまで復興したのです。今では町を訪れた者に、中毒性のある薬を混ぜた食事を振る舞い、新たな顧客にしていたのでした。話していた彼らは、あることに気づきます。少年が、王国から逃亡した王子であることに。圧政者に鉄槌を、町を滅ぼそうとする者に裁きを。少年は声の限りに異を唱えましたが、住民たちは聞き入れませんでした。襲い来るボートに向かって、従者が銃を構えます。彼らを殺さないで。少年はそう叫ぶのが精一杯でした。街中での乱闘の末、従者の男が住民たちを鎮圧しました。倒れ伏した彼らは、口々に呪詛を吐き漏らします。町のために、悪魔の囁きに耳を貸すしかなかったのだ。すべて戦争が、王国が悪いのだ。戦意を失った住民たちを見下ろしていた男が、少年に振り返ります。顔の包帯がほどけ、素顔が覗いていました。
傷だらけの顔。王国のために戦争へ赴き、捨てられた兵器の顔。少年は悲しげな眼差しを男に向け、彼の頬の傷に優しく触れました。行こう、次の町へ、とうつむいた少年がつぶやきます。歩み出した少年の拳はぎゅっと強く握りしめられ、震えていました。